皆様おはようございます。さあちょうど朝6時を迎えました。本日もワールズ2022グループステージの方をお送りしております。この後はデイ8のゲーム3ロイヤルネバーギブアップ VS ハンドレッドシーブスの試合が行われますが、どういった展開予想されるでしょうか。前回対決だと序盤のところは実はハンドレッドシーブス側が有利を握っていて、それを集団戦で返されてしまったというゲーム展開だったんですよね。で大きかったのはハンドレッドシーブスがボットサイドアクションを成功させたのに加えて、トップサイドのところでサムデイが 1v1 で勝っていたという、この2つの要素が非常に大きかったので、まず重要なポイントとしては、サムデイにしっかりと勝ちが狙えるようなチャンピオンを渡せるのかどうかというところですよね。その上で、トップサイドでゲームを作ってもいいと思いますが、ボットが崩れない範囲でトップサイドゲームするか、もしくはトップにリソースを入れて、サムデイ頑張ってねっていう形にするかっていうのが、同じようなドラフトの流れが作れるかどうかですね。今回で言いますとブルーサイドがロイヤルネバーギブアップ、レッドサイドがハンドレッドシーブスですね。なので、ファーストピックこれグレイブスが開けられないと思うんですよ。開けられないですよ、ウェイのグレイブス、ユーミもさすがにバンですよねってなった時に、あと一体どこに使っていくかですね。エイトロックス出して、ブレスがエイトロックス出したっていうのに対してのサムネイのどの回答をするのかっていうのもありますし、あとケイトリンの警戒どうするのかっていうところで、何かは開けなければいけない。その中でハンドレッドシーブスが何を選択するのかが楽しみですね。一つ、サムネイを勝たせるところから、ドラフト的に始めた方がいいんじゃないかということですかね。そうですね。ただとはいえエイトロックスファーストピックさせて、フィオーラ当てるっていうのがちょっとサムネのスタイルなのかなっていうところもあるので、エイトロックスバーンした上で他のチャンピオンで安定させるっていう方が、チームのスタイルとしてはマッチするんじゃないかなっていう気もしますけどね。なるほど。さあリーパーのコーチが席に座っていましたが、ここをRNG が勝ちますと、順位はまだ1位に分かりませんけれども、グループステージからノックアウトして突破の2チームがグループ D からもう決まってしまうと、ジェンジと RNG になるということが決まってしまいます。あとはこの後お互いがどういった形で勝敗を積み重ねるかによって1位タイブレイクが発生するかもしれないという状況ですね。 RNG としては確実に勝って最終戦も勝ってグループ1位突破というところを当然、目指してくると思いますし、ハンドレッドシーブスとしても、もう現状 NA ラストホープですからね。ここからのミラクルを起こしていけるかどうかですね。さあ会場はお互いのファンの応援合戦で盛り上がりそうです。シャオフーのめちゃくちゃいい笑顔とミッドギャップって書いてあった旗も掲げられていましたが RNG はその体調面ちょっと心配されている部分ではありますね。そうですね、何かしらこう症状が出ているというような発表もありましたので、試合の方へは、別の部屋から参加することはできそうですが、大丈夫かなすごい熱狂的なファンがいましたね。でも18裸大丈夫かなという心配せずには若干いられませんが、カメラさんが抜いてますから引いた絵ですし大丈夫かなさあハンドレッドシーブス、この熱狂的な応援に応えることができるのか。相手はロイヤルネバーギブアップ、 LPL 大王シンドとなってはいるものの、なんといっても MSI チャンピオン、そしてもうその強さはもうここのオマハールズを見ている皆さんからすると、そして日本の方々からするともう痛感してると言いますか。そうです、正直第4シードと思ってみない方がいいですね。悪くても第2シードぐらい、第1シードでも別に何の違和感もないぐらいのチームなので、やっぱりその格裏でもちょっと話したりしましたが、やっぱプレインから戦っているその4大リージョンですか、3大リージョン、4大リージョンのところではやっぱノックアウトステージ進むチームって1、2チームやっぱ出てくるよねという話もありましたし、
ただこの流れでいくと DRX がもう1位突破しちゃっているの で、RNG も現状1位突破が一番近い位置にいるというところで、2チーム1位突破さすがにおかしいだろうと思いますけどね。デボロさんも言ってましたが、こう今年はプレインからグループステージに変わった時にこうあまり大きくメタが変わらなかったっていうのはあるんじゃないですかね。まあ、間違いなくあると思いますね。昨年とかだとやっぱり結構大きくメタが変わってしまってユーミンが登場したりとかね、グループステージ用にこうスクリーム試していたチームの方がこう適応が早かったと、いう、まあ、その適応するまでのところに勝ち星積み重ねられたというところあったんですが、まあ、今回は本当にほとんど新しいチャンピオンがポンと出てくることもなくっていう感じだったので、であればまあ試合を積み重ねてきている方がやっぱり入りやすいという意味で初戦のところも有利だったんじゃないかなという感じはしますよね。こう評価が変わったチャンピオンいるんですけど、そういったチャンピオンはやっぱりそのなんて言うんでしょうね、プレイヤーのパフォーマンスが上がると非常に脅威になりやすかったりとですとか、その弱い時間でこうスキップしてきたりっていうところで、まあ、問題なく使えるだろうみたいなドラフトがされてますよね。そうですね、まあ、ただもうプレインからずっともうこのウェイの存在というのはもう恐ろしいですから、特にグレイブスは安定して序盤有利気づきますからね。このプレイヤー安定して相手のチーム壊そうとしますからね。そうなんですよね。やっぱりそこはシャオフとの連動っていう意味でも本当に脅威ですよね。まあ、そのキャリージャングラーを置くという選択肢と、まあそういったジャングルを潰した上でタンクジャングルを置いてっていうところもあるんですけど、まあ、まず第一にこのキャリージャングラーを置いたときにシャオフのチャンピオンプールとの相性の良さ、そうなんですよ、ね、抜群ですよね。だ本当に RNG はチーム全体としてチャンピオンプール非常に広いですよね。ガラもトリッサーナがあるので、なのでハンドルチームとしては落とし時計取りに行きたいからといってカリスタであったりバルスって取るとメタ足に対してトリッサーナで潰しに来られるって可能性があるんですよ。なので理想としてはルシナミ取ることが一番いいんですけど、まあ、ルシアン並みも取りたいし、でもバンしなきゃいけないチャンピオン非常に多いし、サムデイにもユーリピックは出したいし、っていうところでやっぱりこう RNG の幅広さ脅威の多さっていうところがドラフトで対戦相手に対するこう明確なプレッシャーになってますよね。あのそのインタビューのところなんかの答えたそうなんですけど、あの DFM で BO5 で一戦取ったじゃないですか我々が、はい、でその対するインタビューとして、そのどんなチームであったら気を抜いちゃいけないんだというところで、あの学びはどうやらあの DFM が与えてしまったようなので、今日のオープニングムービーでも2周目の GNG はまあもっと強くなるから、まあ、勝つのは難しくなるだろうって気を引き締めなきゃねっていう、本当にあ油断ないんだ、チャレンジャー精神なんだなっていうのがよくわかるコメントしましたからね。そういう心構えを常にしてるチームっていうのはやっぱ強いんですよね。強いですね。あいやー、やっぱそのワールズっていうこの舞台で、まあ、例えば先日も第2シード LPL 第2シードがここで敗退してしまうというような大事件もありつつ、まあ、何が起こるかわからないじゃないですか。今季はグループステージ比較的順当にまあ進んでるなっていう感じだったんですけど、まあ何事もなくっていうのはやっぱり毎年ないんだなっていうのがよくわかりましたね。いや僕2周目こんなに LEC が崩れると思いませんでしたよニコニコでしたもんね。最初フナティックがローグがっていうところで、いや楽しかったですね1周目は見てて、まあ、夢見させてもらいましたね爆発しましたけれどあのローグは生き残ったんでそうですよ、はい、でもちょっとあのグループトップ確定してからね、内容があまり良くなかった、気が抜けてしまったのはちょっと分からなかったんですけど、ね、まあちょっと分からないですけどね。なんかここはでも日本人的なのかもしれないですよ。最後まで全力でやれ、まあ、全力でやってるのかもしれないですけど、いやだって1位にかかってるんですよ。まあだから本人たち的にはその1位なのか2位なのかよりもいろんなピック試したりだとか、もしくはドラフト隠すっていうところの方が重要度が高いのかもしれないです。全力でフォロー入れてます今そんな目で見ないでください別に 100% 本心ではないですまあね、これが今後の BO5 の、ね、布石になったりとかするんであれば、まあ、またあれですけれども、ま
まあでも1個間違いなく確認が取れたんじゃないですか。ナサスサポートはちげえなっていう。ちげえと。はい。まあ、ちげえかな。だって BO5 の初戦であれやって、はい、そこであ違うかったわって言われるよりは100倍いいわけじゃないですか。はい。はい、そうですね。へい。もうね、犬派なんだと言えないですよ。だったら弓でいい。まあ弓バーンされますけど。そうですね。ハイマーどうですか。ハイマーはちょっとまあ確実には僕もわからないんですけど、コンセプトとしてはセナハイマーにまあ一つ似てるなっていう感じがしますね。あの僕はあれ見て、あの昔のねマルズハールサポートも出しました。あペットでね、あのフックとか防げた時代ですけれども、はい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 、やっぱりまあ練習の件取りやすいっていうのとビジョンコントロールもできるっていうところで利点多いものの、まあちょっと弱点もあるのかなっていう感じで今のところしてますね。あれは BO5 で生きてくるでしょうね、何かしらの形で。ただ BO5 で僕出せないと思うんですよね。あ、なるほどね。だから警戒するとしてもセカンドバンフェーズで相手のバン枠1個削れるっていうぐらいの作用なのかなっていう感じは正直してますけどね。まあ、それだけだよね。大きいですよね、うん、正直。まあじゃあドラフトも始まったのでそろそろね、はい、こっちに本腰入れていきましょう。アレンジーバス、ハンドルとシューチス、モーカイ、アジール、ベルベス、ユーミー開きましたよ、ね、エイトロックス、ガリオ、グリーブスも開いてる。ハンドルとシューチスすごいですね。もうターゲットバーに全て使ったので、メッタの強いチャンピオンがいろいろ余りました。ユーミーを優先。これまあどちらかというと、まあ、エイトロックスはそうだと思うんですが、それ以外の2体に関しては脅威だからどうしても消しておきたかったというよりは、これグレイブストーンの合わせですか。そうですね、フルオープンにすることによってブルーサイドの優位性というのを下げようと。うん、1体だけがやっぱり強いピックが残るとブルーサイドが圧倒的に有利になってしまうので、であれば大量に開けてやろうという狙いありそうなんですが、グレイブスここでもし取らなかったら話変わってきますよ。セラフィンから取りました。タイミング的にはまあフレックスなんですけど、サポート考えたんですか。単純にボットの可能性もありますね。エディキャリーの APC としての運用も取らない。グレブス取らない。まあ、セジュアにもティアが高いチャンピオンではあるんですが、え、グレイブスユミ怖くないですか。うわ、取らない。これセナセラフィンですね。そうですね。ボットレーンで。まあ。レオンをこうドミネートするような形で非常に長射程ハイサステイン強いですが、まあ、基本的にセナセラフィーンの強みとしてはセラフィーンがロストチャプターできてからのウェーブクリア性能の高さ、あとはインファイトになった時もサステインシールドというので耐えやすい、でトップサイドへはセナのアルティベットでのカバーができて、何よりもやっぱり集団戦でエンゲージもカウンターエンゲージも非常に強力ってなるので、うん、ただまあ反面ダメージ不足になるので上3体は比較的 DPS が出るような組み合わせにしなければいけないんですが、 RNG がグレブス取らない。取らないです。これはむしろフィオラを優先した。まあシビアはねやるんだろうな。そうですね、まあ当然ここで取らなければバンされてしまうので一枠シビアに入れるっていうのはすごくよくわかるんですが、あーすごいなんか水面下でのマインドゲーム起こってそうですね。これが単純にリサンドラ・ガリオがいなかったらうまく運用できないって話なのであれば、うん、逆に言うと、まあでも今まで明かり等でもやってきてますからね。そう、レネクトンを取ってまあ消しますよね。グレイブスは当然消しますね。ハンドレッドシーブスとしてはガンク性能が高いチャンピオンになるので、まあ、リーシンなんかも候補に上がりますし、あとビエブですか。そうですね、うん、当然消される。うん、でも RNG 側が消すんですね。まあまあまあ、まあ、ハンドルとシーブスがビエが欲しいですからね今回割とクローザも得意ですか。まあ、キャリーが欲しい、ダメージソースがもうちょっと欲しいですよね。のがハンドルチームですね。逆に RNG としては、まあ、中盤勝負と見るとダメージは割と足りているので、まあサイラスはちょっと渡したくないですね。セラフィンいますし、これ
ミッドレーンなんか明かりの気が高くなっていそうな感じもちょっとしますけど、サイラスもいないアジールもないとなると確かに高いですね。でその明かりと組み合わせるっていうところでセジャーにも強力だった、なので消した。マオカイはいない。これジャングルの候補序盤寄りに感じするんだったらやっぱりリーシンですかね。そしたらコピーとか出てきますか。ああ、そうですね、そう考えるとトランドルも一つありですが、これでミッド DPS しっかり置いたので、はい、ジャングルはかなり何でもいいですね。あ、 DPS に寄せる必要は全くなくてリクターでかなりまとまったんですね。そうですね、セナセラフィーダメージ不足になるって言ってもこの2体もそれなりに出るので、まあ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 、でレネクトもそこそこ出るよね、しかもスノーボール前提だよねっていうところでビクターのまあしっかりとしたピュアディーラーがいるので、まあジャングルは本当にトランドルでもいい、まあ、場合によってポッピーでもいい、序盤有利を強化したいんだったらリーシンでもいいって形になってますね。 RNG はバーインにしましたね。あ、これアーリーも組み合わせますか、もしかすると。おお、でも面白いですよ。ウグランなんかも空いてますか。あとは、まあ、明かりも、おお、いや、さすがに合わない。ユーミ以外が AD になってしまう。やっぱり明かりですかね。これまあ RNG のミッドピックとしてはいくつか候補があって、結局ボットトップでレートキャリーの DPS がもう完全確保できているので、ミッドジャングルはどちらかというとこうエンゲージ役であったりだとかフロントだったりだとか CC 要因にすることが多いんですが、なのでまあバイアーリーでミッドジャングルでゲーム作りながらサイド2つのパワースパイク待つっていうのも一つプランだったと思いますが、あ、ここでヘカリムセラフィーンが戻ってきますか。あ、ヘカリムも、まあ、プレインからあった形ですよね。こう、まあ、ちょっとセラフィーンがあの時はエディキャリーでしたけど、あ、ただ先ほども言ったようにジャングルを求めるのはキャリー性能じゃないんですよね、もうこの取り方だと。まあそうですね、ダメージは何とかなった、足りてる、十分だと思いますね。なのでまあ序盤の仕掛けを、しかもジャーバンセラフィーンでエンゲージ非常に強力ですね。確かに、なんかまとまりましたね。なんかエンゲージ足りないかなと思ってたんですけれど、そうですね、ここでグッと良くなりましたね。 RNG はこれ131が主体になるんでしょうか。かなりこう難しそうな構成にも見えちゃうんですけど、まあ序盤のところはボット有利いかに取れるのかっていうところが非常に RNG としては重要で、その上でハンドルチューブスオプサイドアクションしてくるでしょうから、トップも、ウェイが守らなければいけない。でこの2つがクリアできると中盤のところはおっしゃる通り1対1が強いので、それでゲーム作りつつ、渋谷の3コアになったら集団戦も強いみたいな感じですね。渋谷ユーミでこう有利取らなければいけないレーンなんでしょうか。これボットは主導権欲しいですね。基本的にボット主導権が安全に取れている中でハンドルチューブスのトップサイドアクションを止めて、ドラゴン取ったりヘラルド取ったりっていうところで、こうじわじわと序盤オブジェクトを獲得していくというのが RNG にとっては理想の展開ですね。2対2で取れますか。早い時間は取れると思います、うん、まあ、レベル1とかがちょっと微妙なラインなんですけど、まあ、スキルが全然ないっていうところですよね。多少スキルレベルが上がってきて、でセラフィーにロスチャプターできるまでっていうところはまあ割と取れていくかなと思いますね。なるほど。さあそれでは見ていきたいと思います。ワールズ2022グループステージ Day8 ゲーム3、ジェンジー、あ、失礼、ロイヤルネバーギブアップバスハンドルとシープス、スタートです。会場からはどちらのコールも聞こえたでしょうか。大きな声援ですね。ドランブレードブレス選択、サムデはシールドですね。ガラはクレンズにしてます。お、フヒーがテレポートですね。ミンはイグナイトとイグゾーストを持っている。FBI はヒール選択です。ハンドレッドシーブスとしては、まあ、こちらもボットレーンは安定してプッシュ主導権取ってくれると理想ですね。その上で、ジャバのガンクパワー生かしてミッド主導権取ったりだとか、トップサイドアクションを決める。うん、で特にファーストヘラルドはマストで欲しい構成ですね。今なんか TSM コール聞こえました？聞かないふりしておきましょう。はい、ヘラルドが欲しいと。はい、 RNG としては正直ヘラルド渡して、トレードでドラゴンでもまあ悪くはない、うん、ただまあ止めれるとハンドルシーブスの序盤の狙い半分崩せることになるので、まあ、止めるだけでも非常に大きい
オブジェクトにはなってますね。ただこうヘラルド取るのであればそのボットの主導権の話もやっぱ関わってきますよね。そうですね。あとそのヘラルドタイミング、まあ、レベル6から7っていうところの集団戦はハンドルチーブスが圧倒的に強いんですよね。5対5は。うん、そこどう見るか。さあ、いわゆる断食セナにはなっていますよね、今回。体力有料レベル1でサムデーが取られてブレスにちょっとレーン押し込まれるような状況のトップレーンです。ジャングルの立ち位置は現在トップサイドにバイボットサイドのジャーバンと分かれています。ただシャオフの体力をアボタケがうまく削ってますね。ここはうまく有利な時間を生かして削ってますね。ドランシールドスタートのポーション一つということではありますが、ただまあシャオフとしてもテレポートがある中でどれだけ体力削られてもラストヒットさえ落とさなければ問題ないっていうのがこのアカリっていうチャンピオンになってますね。なるほど。そして6からプレッシャー一気に出てくると。しかも6からはジャングルプレッシャーも出てくるのでクローザーがうまくフォローしてあげないとミッドプッシュ導権が取れなくなってそのプレッシャーがサイドに向かいますよね。ボットのスカトルコントロールクローザーウェイも遠い位置です。ウェイはトップサイドを取りそうですね。ラプター前にハンドルシブスワードが置けているスクライアブルマ叩かずにボットに向かいます。クルーグのカウンタージャングルにはなりますがその後どうするか。ウェイはトップレーンを襲いかかるか。ブレスはレベル4。サムデーが先ほどから積極的にダメージトレードをしてくる様子は映っています。さあ急所をついて体力残り3割4割こちらもまずはクルーグから勝っている。いやーブーメランブレード気まぐれミサイルで FP の体力がめちゃくちゃ持っていかれた。一応ポーション一つとフリートフットワークなのでおっとクルーグ変わり、これサムデーつらい食らってしまいましたね。これただ、まあ、確かにブレスが本当にレーンうまくやっているんだろうなと思うんですが、はい、クローザーが上から下ルートなのでサムデーとしても強気にレーンニングを行えてないんですよね。まあ、だからこうして有利取られてしまうのはある程度仕方ない。というより、まあ、クローザーがなんでこのルートにしたのかっていう方がレネクトンだよねってことですかね。そうですね。モットでキルアクションを狙うわけでもなく、おっとサムデーいい体力有利だ。テレポートから戻ってきて瞬間に有利を取りました。いやただこれでリコールさせてしまうと今度テレポートで自分が苦しい。そうですね、ポーション2つありますが、そう FA とクローザーがこの位置見えているぞ。寄り添う形フヒはレンにいます。おっとここで最後の方を当てましたがまっすぐ行ってぶっ飛ばすブリンクアウトでウェイ逃れていきました。カウンタージャングルは成功か。単独でのミッド周辺の視界取りはリスクがあるセナですからジャングルとタイミングを合わせてしかもカウンタージャングルすることによってクローザーも助かりますし、あこれ入れ違いでウェイ入っていきますよ。あーアバターゲーこれは全然予測してない。手裏剣は外れた。グラビティフィールド置きましたがフラッシュダウン、かれたレベル6になる前に RNG としては理想的なタイミングでのフラッシュ獲得というか、まあ、フラッシュダウンですね。まあ、クローザーは見え見えのルートではありましたがそれをうまくウェイが利用しましたね。まあ、今のシーンはさすがに警戒できないですよね。バームを遅らせて、まあ、ミッドのサモラスペル有利につなげていきましたウェイ。トップレーンのところではウェブ状況を見ると、まあ、ワンウェーブは少なくてもブレスが勝ってますね。この後身を回収できますもんね。近くにはブレスの近くにはウェイがいる。クローザーはここでリコールになりました。ボットレーンに FBI も戻ってきて、まあ、渋谷のウェブクレーン能力はかなり序盤抑えられてますからこのオレンジの2人で、まあ、あとはジャングルのルートの結果的にもこれはまあ取りたいとそうですねいうことにはなりますか。まあ、RNG のボットデュオとしても
ウェイが敵のクルーグ勝ったことによってクローザーのルートっていうのが、まあ、ほぼ確実に分かってるんですよね、上から下っていうところが、うん、でウェイは下から上ルート通っているので、まあ、強気にはいけないと。ただまあこれシビアなのでラストヒット多少落としても、まあ、安定してファームできているのであれば問題ないですよね。なるほど。これ逆のことがトップサイドでも起こってるんですよ。 RNG がトップサイドでは有利、ハンドルチームスが不利、うん、こちらはレネクトンなので問題あるんですよね。あーこれではちょっとレネクトンが、まあ、失速、まあ、消費源が早くなりますね。シビアはレートスケールが強いのに対してレネクトンは序盤のスノーボールを狙っていかなければいけないので、まあ、帳尻合わせるアクションとしてはファーストヘラルドでトップダイブ、まあ、プレート5枚とは言わなくても3枚から4枚レネクトンに入れば、まあ、カムバックは十分しますが、お、クローザーの位置、ウェイこれこっそり見れましたよ。わめちゃくちゃ怖いですが、まあ、レベル5ですからウェイ見守っているだけではありました。クローザーがトップサイドに流れていくルートもコントロールワードで見えている。ブレスは右を受け止める形でタワー下、FBI クローザーがヘラルド触りますが、ブレスが様子を伺っているぞ。シャオフーも寄ってきそうだ。アバターゲはフラッシュがありませんよ。無理な立ち位置は取れない。ミンがシャオフーに乗っている。マグミサイルスローが入った。ウェイはかなり強引に体を寄せてきました。コントロールワードがあるところに最後の方向を当てられてしまっている。ウェイは遅れて合流中。ガラはやってきません。ファームに切り替えている。プレッシャーはかけましたが、そのままヘラルドの獲得はハンドレッドシーブスです。 RNG の狙いとしては理想は一度リセットすることによって時間を稼ぐことで、今回それはできなかったんですけど、まあ、2つ目の狙いとしてはプレッシャーかけることによって今のアクションでフヒもミッド周辺から離れられなくなったんですよね、うん、となるとボットレーンでガラがプレートを獲得する時間がきれいに確保できると。これ2枚まで本当は取りたいんですが、帰ってくるタイミング、そこにクローザーもいる可能性が高いので無理はできなかった。スマイトレベル6になった。突入操作フラッシュがない。アバあクローザー、クローザーを狙う。うちそのまま落としきることに成功。決戦場からこれはシャフのキルになっている。 FBI も逃れそうにない。ボットレーンからガラがやってきている。これはシャフのキルになりそうか。アバダーゲも狙っていますが、うわー取れる。これで一気に 3-1 トレードだ。 RNG の動きがうますぎる。今明らかに狙ってターンの切り替わりの瞬間を RNG が使ったんですよね、うん、フヒはボットタワーを守るために最速で戻らざるを得なかった。当然その情報は取れているって中で、それを見た瞬間にガラがもうミッド周辺に寄り出してるんですよ。でハンドルチームスは他の3人がラプターで戦っていたので、ええ、4対3に今なりましたよね。なりましたね。というところで元々のこの流れからいくとヘラルドやってるに対してボットプレート取るよ。でその後ボットプレート守りに来るよっていうのに対してミッド周辺での人数差を作り出しましたね。なるほど。なんかヘラルドとプレートの交換でよくそのままそこで一回終わるんですが、終わるのが普通なんですよ。その続きを強引に作ったんですね。うん、まあ、当然これはハンドルシーブスが相対意味でカウンタージャングルをしに来たというのもあるんですよね、ここでこの構図になっているっていうのはちょっと特殊なケースでもあるんですが、ただまあ瞬間でのか RNG 全体のリアクションが本当に良かったですね。ウェイは落とされましたが、ガラにここでゴールドが入るのならシンクまで完成しますよね。このタイミングでキル回収できていれば。そう、入ってますね。こうなるとウェーブ処理能力が桁違いにシビア上がるので、もうプッシュ主導権ハンドルチームスを抑えられない可能性が非常に高いですね。トップは CS イーブンでプレートをサムデが今獲得していた様子を映ってはいました。これヘラルドボットに使うつもりですか。寄ってきてますね。ウェイにミンが乗っていてポジションを取りながらもカバーになるか。クローザーはこの1人のガラを狙うか。フラッシュはありませんから。ただウェイが裏から回り込んできて、あわだけ気づいた。フラッシュアウトしましたが、その先に突入操作からファイナルチャプター。シャウフーが打ってくれたらタワー下ギリギリの状況だ。カオスストームからミンが守る。そしてシャオフーが刈り取った。
キル獲得、ロイヤルネバーギブアップ。バイユーミも強いですね。あ、これ本当全て取れる、まあ、それを狙っていた動きですか。そうですね。ただファーストタワー降りきれないんじゃないか、これ。テレポート。さあ、そしてトライブッシュでクローザーがウェイに仕掛けられている。ミンも合わせてですから、これによってハンドルチーム引かされます。タワー割れません。あとわずかではありますが、これでガラがプッシュ主導権、先ほど1人でも取ってましたから、タワーにもう一度触るというのはかなり難しいような印象もありますね。まあ、結果としては全体の流れの中でミッド1本とボットが2本から3本ですか。まずはここですね。まあ、これバイユーミのまあ強さですよね。シャオフ全然距離離れてたんですが、 CC の拘束時間が長すぎて悠々と寄ってこれましたね。合わせられましたね。さあ、グローバルゴールドのところではハンドレッドシーブスが、まあ、先ほどタワープレートもかなり取りましたので、まあ、わずかに勝ってはいますね。中身を見てみると、ただ難しいですね。今回セナセラフィンなので。そうなんですよね。まあ、手段戦は強い構成にはなっていると思います。ただ RNG としては131がこう中盤の基本戦術の中でシャオフ3キル持っていて、トップは特に育てているわけではないんですが、まあ、レネクトンがもうパワーを失いつつある時間帯、やっぱこのままだと失ってしまうんですか。もう正直厳しいと思いますね。まあ、当然この後の集団戦で大量にキル獲得とかってなれば何の問題もないんですが、そろそろこう使っていかないと、生かしていかないと、もともとそのダメージ不足っていうところはビクターが補うんですよね。そうですね。でもそれってちょっとレートの話ですよね。まあ、早くても2コア以降でしょうね。こう中盤戦う軸になるレネクトンがこのまま失速しすぎてしまうと、それだけでもちょっとこのガラが育っている現状苦しくなってしまうような印象が、もちろんありますね。まあ、ただ RNG 全体の構成としては別にフロントが強力なわけではないので、はい、ハンドルチームスが5対5の集団戦持っていけて、この強力な CC のモンボコンボが刺さるってことになれば、まあ、この時間帯はかなり強いですね。正直プレートも320ゴールド960ゴールドと勝っているのはハンドルチームスになっている。ただボットに2人見えた段階で3名かけてミッドナウトを削っている。ウェイも寄っているのなら、まあ、4名に近い形で決勝を行っていますが、そしてヘラルド、フヒはまだプッシュしていましたがここで下がっていきます。いや、いいダメージだ。ユーミの Q にシビアの Q を綺麗に合わせてますね。ずっとやってますね、これ。確かに強い。ちょっとタイミング難しいんですけどね。スロー入ったの見てからだと確実に当たる保証ないので、当たるだろうなって確定したこうギリギリのタイミングでも打ち出すっていうところで、ただ今のところ見てる感じ息ぴったりですね。息ぴったりですね。さあ、ヘラルド獲得しているのはウェイです。今使うかどうかは分からないですが、まあ、これでミッドのアウターは 100% 取れると、うん、これ131の条件が完全に整いましたね。 RNG は131が、まあ、強い得意です。そして決戦場が望めればというのはハンドレッドシーブスですが、ここでドラゴンストライカー決戦場でガラのフラッシュを落としたというのはドラゴン前には大きな要素になりそうですが、ジャバンのアルティメットトレード、まあ、悪くはないですね。まあ、ただちょっとその移動速度をここから上げてくるガラを捕まえるのは難しいかもしれませんね。あとまだこの時間帯ガラが完全に主軸っていうわけでもないので、ちょっとわかんないですね、この後の展開。まあ、もしかするとジャーバンの複数に R にセラフィン合わせた方が良かったんじゃないかっていう展開が来るかもしれないですが、エンゲージのツールっていうところだとかなりジャーバンのアルティメットがなくなってしまうと急に心もとない感じにがしますからね。まあ、ただまあうまく EQ フラッシュでなんとか相手絡め取れれば、そこにセラフィンが R フラッシュで合わせるとかっていうパターンはありますが、諦めるのか。 RNG がまあプッシュの主導権はやっぱりガラが取っちゃいますよ。そこからドラゴンに触っている。アバターが様子を見守っていますが視界は消されてしまっている。ここでドラゴンコールです。ドラゴン1対1。
これ中盤のコンセプトで言うと、ハンドルとシーブスは集団戦したい構成、はい、RNG は1対1をしたい構成、まあ極力こう渋谷の3コアまでは集団戦したくない構成なんですね、うん、は集団戦したいハンドルとシーブスからするとドラゴンサックする以外に集団戦する方法ってないんですよ。相手にプレッシャーかけてドラゴンソウル取っちゃうよ、3つ目になっちゃうよっていうプレッシャーをかけるってことですね。そうですね、その集団戦の土俵に引きずり込むにはドラゴンをスタックしていくしかないっていう中で、2つ目諦めるとこれ RNG のサイドスプリットもろに受けちゃいますね。この後の時間の方がそのサイドのプッシュによる、なんて言うんでしょう、チャンピオンの強さっていうのは上がっていきますよね。そうですね、後半になればなるほど当然上がっていきます。ピオラもこの後ティアマト作ってウェーブプッシュ能力が上がった方が強いですし、さあどうするか、ハンドレッドシップスゴールドはわずかに勝っている状況が続いてはいるんですが、トラップ張ってるビートドロップスネアにはなっていますが、トップサイドに対して体を振らせないという状況を作り出してタワーの破壊にはつなげました。その間に上は警戒できているんですが、下のところではシャオフルが、うん、タワー獲得まで持っていくかどうか。モーアウェブオッチ券、ここは外れています。さすがにデスレイが進化するので強いと思いきや、飛び込んでいってタワー破壊、ロケットベルトから冠水で位置を切り替えながらグラビティヒルドが置き去りになっているぞ。テレポートを使ってカバーにやってくる。トップでは1対1が行われている。おっとテレポートから止まった、風紀のテレポート止められた。ファイナルチャプターでしょうか。そうですね、ミンが止めたと。あ、そしてブレスとサムテの1対1、お互いアルティメットを切ってから引いていきます。体力よりはサムデイ、この時間帯まだ十分サムデイが張り合ってますね。ガラが来る、リポスト外れた。ファントのタイミング、フラッシュアウト、サムデイタワーダイブですが、ここにミーン回復シールド、そしてからのキルになる。サムデイ今めちゃくちゃうまかったですけどね。めちゃくちゃうまかった。E で近づいて一瞬 W 入れるフェイクかけてフィオラの W を誘って、でやばいってなったのでブレスフラッシュ逃げたんですが、フラッシュ追撃、そこまで良かったんですが、もう後ろにいたんですよ。カバーにきちきてましたね。さあこれでタワートレードから、まあ、キルが発生、 RNG と。なるほど、エラルドを守りつつティアマト完成してライフスティールを持っているので、まあ、これでスプリットの土台は完成しました。エラルドタックルからこれでタワー差、まあ、ヘラルドを生かしつけたということになるでしょうか。今のトレードで、2-2 となります。さあ1分20秒後にドレイクアップしてきます。リプレイ、ここですよね。 W 入れるぞっていうところだったんですね。 EQ から、まあ、タイミング的には W 入れておかしくないタイミングでフェイントかけてと、プレスフラッシュまで切らして追撃するっていうのも全てプラン通りだったとは思うんですが、急所と急所をついて回復したところという身が寄ってきたので生き残っちゃいましたね。RNG としてはちょっと早くミッドのタワー取りたいですね。もう取れるんじゃないかっていうところからずっとハンドルチームのタワー延命してるので、ええ、彼も通行ですね。これかなりアクションとしてはこれ RNG 側の陣地の中で行われているのはこのタワーがな、まあ、守れているっていうのもあるんですかね。そうですね、ドラゴンの時間になりそうだ。トッププッシュサムでテレポートがあります。ブレスはないのですでに合流している状況です。体を前に出してさてやってしまった。リポスト、ここは当たっていない。クローザーのエンゲージはこれは届かない。
直前のリバーの中のブッシュはコントローラーを受けているのはこれ RNG サイドです。ただその間にミッドのプッシュを押し上げていっている。ドラゴンは渡していい、タワーを取りにいっているぞ。 RNG としてはやっぱり手段したくないんですよね。うん、全く勝てないかというと全然そんなことはないんですが、難しいというか相手が強い、そうですね、相手の土俵でわざわざ戦う必要はないよねっていう判断だと思いますね。そうですね、なので、まあ、前段階でドラゴンファイトするぞっていう素振りだけ見せて相手をドラゴンに引き寄せてからミッドタワー取る、お手本のようなプレイでしたね。めちゃくちゃドラゴンに意識割いてそうなムーブでしたよね。僕も一瞬あれやるつもりなのかなって思ったんですけど、ミッドプッシュしてリバーノに視界取るぞっていうムーブしてましたもんね。でそれでハドリチブスが、まあ、当然集団戦したいので、視界取り返しに来るっていうタイミングに合わせてミッド側に体を入れ替えて、そうですね、なんかそのタイミングでリバーを守ってるのがフィオラだったのならなんかおかしいなと思ったんですよ。そうなんですよね。ただまあ思惑通り綺麗にタワー2本獲得しましたね。これでようやくハヌシブスがミッドのこのプッシュっていうのを維持するのが難しくなるんですよね。うん、後ろに安全な、こう安全地帯がないのでとなると、ミッドからミッドプッシュから視界っていうのを、これはどうだ、人数差ごまかしてのエンゲージの中にやたらガナに対してウェイがこれカバーに来ました。コントロールワードにクローザーが移ります。いや気まぐるミス痛い、忘却のオーブまでできてましたね今ミン。今回は、まあ、サステイン豊富ですからね、セナもセラフィーも当然レネクトンもあると、ジャバもありますか、なので、まあ、阻害アイテムは必須ですね。ベイとミンと積んでいます。さあブレスとサムネが1対1、どちらかというとやはりハンドルシーブスが固まって動いてファイトという意識に見えますが逃げていきます。さあそして接敵成功、ブレスに対してグランドチャレンジ発動していますが壁を背にしているのでサムでこれは許しません。最後はクローザーの Q になりました。この間に取れるものは今のところなさそうですね。ミッドプッシュからインナーを狙う、ガラがさらにもう一度ミッドの右を押し込むようです。あただやめましたね。今のタイミングボットが押しているラインとトップがまず全く合っていなくて、ミッドを合わせようとはしてたんですが、ハンドルシブスは人数かけて1回取り返したことによってそこもずれたんですよね。なので、まあ、スプリットプッシュの基本としては前例のラインが合っているとどこかがガンク、相手が人数をかけてきたとしても他のところでタワーにつながるよねっていう動きができるんですが、今回ボットだけがこう高い位置で他が低い位置っていう形でのボットキャッチを狙われてしまったのでカウントアクションが成立しませんでしたね。なんかちょっと珍しい感じがしましたね。まあ、RNG のミスだと思いますね今のシーンは。おっとファイナルチャプター仕掛けていて狙いたいのはクヒドーニングシャドウ、さらにアンコールを使いストップウォッチ耐えてはいるがどうだ、クラッシュアウト、ブレスが接敵しているのはサムレーだ。決戦場の中取り残されてはいましたがスーツのクロージャー解除、これ逃げるしかない状況だ。飛び込んでいったのシャオフガラ殴れる、いやこれカオスを見てゾーニングされている、ガラデッド、ガラデッド、シャットダウンは FBI に入っている。ただシャオフはバックラインを荒らしているぞ。サムでまだ戦えるセブクの意外からフラッシュインメッタギリスタン、シャオフフラッシュアウトから生き延びられるか、ゴレンクライン投げながらブレスがこれはシンガルストメイクの土壌、うおー生き延びたらすごいか、ブラストコーン、ただ時間稼げばバロンがさすがにさすがにタワー下アバダーゲのキルにはなります。そう集団戦になればということでしょうか。ガラミン、さらにはブレスまで倒して3キル獲得、ハンドチューズ、まあ、しかも RNG 視点からするとミッドプッシュをしているフヒ FBI が浮いたように見えたんですが、なるほど、まあ、実際若干浮いてはいたもののアルティメットとストップウォッチで時間稼げば寄ってこれる範囲内でしたね。さあオブジェクトとしては、まあ、ミッドナウタータワーと破壊というところにはなりました。ブレスが時間を稼いでというところもあるでしょうが有利を取りましたね。ハンドルチブスリプレイです。実際少し離れてはいたもののセナアルティメット、セラフィンアルティメット、そしてストップウォッチというところで十分時間稼げて、でここでウェイとガラーが結果としてこの後浮いちゃうんですよね。ブレス、シャオフが瀕死のクローザー倒しに行ってしまったので、そうですね、目の前から味方がいなくなってしまいました。でもこのタイミングで優美のアルティメットがあったりだとかシビアもフルスペルっていうことであればこっちはこっちで耐えるよっていうことができたんですが、もともと攻めで使ってしまっていた分だけこのカウンターアクションに対してガラーを守ることができませんでしたね。でも最初の入りで最後の抱擁
セナのスネアを食らってしまったので、フラッシュも逃げに使うことになりましたからね。さあドラゴンアップ、今回 RNG としてはソウルが食らうとなので、まあ、3つ目までは確実に捨ててくるとは思うんですが、うん、ただあのミッドドラゴンとトレードで2本を取った以降はちょっと、まあ、ミスが続いていて、思ったようにはゲームできてないですね、 RNG 側。もうミスに思われますか。まあ、少なくともボットでブレスでキャッチされたのは間違いなくミスですね。まあ確かにこうつなが何もこうつながらないというか、あれでトレードでトップのインナー取れたりだとか、もしくはバロン触るよってプレッシャーかけてたのであれば、まあ、綺麗なスプリットプッシュを使った戦術だねって言えたんですけど、さあドラゴンの獲得はハンドルとシーブス、反対側サムデーの近くの森の中潜んではいましたが入ってきません。そしてミッドレーンをしたアンドレッドシーブスの面々がバロンに向かっての視界を取っていく。ウェイト・ミンもここで撤退、バロン前のコントロールワードも消されました。しかもこれでアバダーゲがスリコは完成したので、ええ、ガラもスリコは完成したんですが、まあ、お互いにここがピュアキャリー同士十分なパワーを持ったっていうところで、ハンドレッドシーブスゴールドさえ活かしてバロンベイトも可能ですね。なんか、まあ、フロントがいないってなると殴れないですし、まあ、そもそもそのフロントの構成今回はまあ難しいんですけれど、カオスストーン打たれるだけでもかなりガラきつそうでしたね。厳しいですね。これ現状どっちが有利でしょう。若干ハンドレッドシーブスが有利に見えますね。見えますか。やっぱり一番の理由としては RNG が最も強かった時間全く活かせなかった、うん、むしろ集団戦で負けたことによってハンドルチューブスにゴールド有利がついてしまった。なんかレネクトンの状況っていうのはずっと心配されていたじゃないですか。ここどうですか。かなりうまく耐えてますね。あで大きな理由としてはレネクトン単体というよりは、はい、ミッド周辺でタワーがなかった時間にもかかわらず一方的にこう RNG がプッシュして視界取るってアクションさせなかったじゃないですか。そうですね。あれによってサイドスプリットのパワーっていうのも落ちているので、当然サムデーも素晴らしいですし、そこを支える動きが他4人もできていたっていうところどちらも素晴らしいです。あ、これバロンメイト来ますね。触りそうか。いやここは引き寄せる。視界を消してどこへ行く。ブッシュの中待って、あーファーサイトオルタネーションでセナがラプターの方へ歩いていくようには見えましたが、さあこの位置気まぐれミサイル当たった。これでチェックができましたね。確かに結果できてますね。ウェインに乗った状態でワーディングをしていきますね。ハンドルシーブスはもう集団戦を軸でというところでずっとこう固まって待ってるんですけどね。これそうですね、 RNG がちょっと手詰まり感がありますね。やっぱりこの構成の難しさが出てるんでしょうか。というよりまあ単純にミッドプッシュが取れないからですよね。これなぜ。まずタワーのアドバンテージもなくなってしまいましたし、うん、あと積極的にアバダーギがミッド寄ってくることによって4対4で戦ってもこっちが勝つよっていう状況プラスウェーブクリアが早いよねっていうところで RNG がこうやっぱり一方的に押せる時間っていうのがないんですよね。確かにビクターもセラフィンもプッシュめちゃくちゃ早いですよね。もうこの時間帯であれば早いですね。正直スキルポンポンって使うだけでワンウェーブ消せますね。ガラも当然早いんですが、その超人をね入れるためにはオートアタックレンジに入らなければいけませんから、んーちょっと怖いですよね、うん、触りに行くのが少しやっぱりセラフィンやビクターに比べると短いですよねレンジが。でいずれにせよガラがまあウェーブクリア早かったとしても同時にウェーブさえ消してしまえば、ええ、RNG が敵ジャングルに視界取りに行くってアクションに移れないので五分でもいいんですよね、ハンドレシーブスとしては。なるほど。さあまた仕掛けしていくアンブレグリーが発動したのはどこだと探していますが、今の中のブッシュチェックができていません。さあガラが一人で対応するように見せてこちらもトラップを張るか。相手のジャングル入っていくところでコントラードを確認ですが、おっと消しきれていないぞ。バロンの触っているのはまた確認したか。アバダワゲが敵を引いていますがテレポートがあります。もう一度ブッシュのこの例のこの左のブッシュに隠れている。
これこうなってくるとおそらく集団戦にしかゲーム動かないと思うので、ハンドルとシーブスはその CC 豊富な CC を生かして、まあ、正面から当たる戦いに対して RNG はシーブ、おっと絶対ビリスタン、やたらファントが打てるので逃げられますね。おっと触った触った、結構早いですね。ウェイがウェイがスティールを振るのか、いやテレポート、ちょっとシャンプ遠い、フォワードレッジがうまいところになかったでしょうか。ラッシュ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 、あー取った取った取った、取り切った、クローザーだ、アンコール、ツーマン、ガラ決戦場の中、フラッシュアウトから、ここでシャオフーが合流、ドラゴンストライクからうまく逃げつつ、ガラ引いて引いての回答打ち、ガーディアンエンジェル復活するならクローザー、相手のバッカーに対してウェイ飛び込んでいました、シャオフーのドのキルは取った、グランドチャレンジ、さらには発動している、シャオフー顔しながら、ガラとミンが合流してくるぞ、ダブルキルはシャオフーだ、フーに対してブーメランブレード、これは届きませんでしたが、取り残されたのはサムデイ。手裏剣ブリンク引いて攻撃は届かせません。4キル獲得、ロイヤルネバーギブアップ、集団戦勝ってしまった。ちょっともう一回リプレイ見たいんですが、おそらくこう綺麗にウェイが入ってきたところをまず倒してっていう形で、ハンドルシューズ綺麗な集団戦の形できたかなと思ったんですが、ポイントとしてはシャオフがこう飛び込んできたときに対応するスキルが残ってなかったなと思いますね。ここですよね、バロンはこれタイミング的にスティール狙うしかないっていう中でトライしたものの、これで返されていて FBI がまあ落とされたのは正直そこまで影響はないんですよ、うん、ただまあガラク追撃はクローザーのみなので何もできないっていう中で、エンバグずっと入ってますね。あウェイ、シャオフ、ブレスもですか、この3人でうまくアグロピンポンしながらFBI のバックライン崩壊させましたね。あ、FBI じゃないですね、ハンドルチームスですね、まあ、FBI がいるハンドルチームスのバックラインということで崩壊させましたね、そうちょっと集団戦始まるまでに喋りたかったんですけど、チームファイトダメージ、そう実際シャオフを止めるスキルっていうのがあまりないんですよ。まあアンコールと決戦場が肝だという話で最初に使われましたよね。もうしかも決戦場は明かりを閉じ込める能力っていうのはほとんどないので、そうですね、ここは1対1持ち込んでから面白いルートを取ってハンドルつきつつ狙い撃ちだ、決戦場まで使ったぞ、テレポートまで使っていく、さあこれはブレスをキャッチ成功、ただミッドの身に思えば押されているぞ、テレポートアバダーギャ使ったのでここに戻ってこれない、キャッチとインヒビッターの交換になってしまう、なってしまった、なってしまいましたね、まあ、空気はちょっとテレポートはあったんですが、一人で戻ってもちょっとってことですか。ああこれは余っている、突入操作、狙いは罠投げ、ストップウォッチ無敵になっているが、シャオフが隣に待っている、完遂で一戦、復活するタイミング、アンコールかわされた、サムデは守れるか、なんとかキルにつながった。さあ帰り道ウェイ狙われましたがクローザーと相打ちにはならず、ブラストコーンもあるキャッチに成功しました、ガラとミンを落とし切ったので RNG も撤退の判断だ。 FBI が追いかけている、エネクトンガーディアンエンジェルでよく時間稼いでくれましたが、ミッドどこまでカウンターエター取れるか、これスーパーミニオンがもう出てきているのでインナーまでですかね。いやアバダーゲとこのサムデーのそれぞれの無敵の時間によってかなりこう持ち直した印象はありましたね。 RNG の狙いとしてはセラフィーンがいない、なので強力な CC がないっていうタイミングでメインキャリーのアバダーゲをまず落としたかったんですが、これああなるほど、落とせてはいるんですが、結局カオスストーム出ているのでガラの体力めちゃくちゃ削られちゃってるんですよね、この後アバダーゲのキルになってますからね。でプラスでレネクトンがガーディアンエンジェルで時間稼ぎながらフフィが寄ってくるのを待てたと、位置的にももうあれ以上引けませんでしたね。そうですね、壁があったので、ただこれじゃあトレードとしてはどうなのかというと、キルはハンドルチームスが取ったんですが、その前にインフィタ取ってますからね。そうですね、そしてバロンの時間だったんですけれど、ミッドのインナータワーの破壊ですかね、あとフヒがトップ壊したかなと
というところであります。ゴールドは勝ってます。サンドウィッチチーフス途中リリさん聞いた段階だと、まあ、ややハンドルチーブス有利なんじゃないかなという話でしたけど、これ今また状況どうでしょう。まあ、5対5の戦いに関しては依然ハンドルチーブスの方がちょっと有利かなって感じはしますね。難しいのがシャオフどう対応するのかっていうのが、まあ一番ハンドルチーブスに対しては課題、うん、RNG としてはそこさえ通せば勝てるっていう形になってますね。バダーゲはゾーニャがある、 FBI はストップウォッチ、ガーディアンエンジンの普段クローザーがもう上がりましたかね。サムでも戻ってくるというところではありますが、高い手段性の狙いとしては、まあ、ベイが完全にこれ死に役でいい形で飛び込んでセラフィーのアルティメット打たせたら勝ち、打たせたら勝ち、そこに対してアカリフィオラがもう後衛荒らしてくるのに対して、まあ、ほとんど対応できない。これ集団戦をもしますか。さすがにさすがにまあどちらのチームも狙ってくるとは思いますね。ただこれスーパーミニオンが出ていて、はい、ミッド人数フリーでも割とこうイーブン以上に押せる状況が RNG にとってはあるので、今ブレスがボットに行って押してますね。ボットぐるっと回って入ったこのブッシュ、視界はないが FBI が出てきたな、見えた。今グレミサイルいいダメージ、この間にもタワーに向かって右をプッシュしている。さあそして触った、バロンは湧いている、テレポートは当然ブレスある、当たらせずにインヒビタータワーの元へ。さあそこにサムデーがやってきた、バロンが触っているのでこれで気づいたでしょうか。ミンはガラへ乗り換えて回答の準備、ファザーオートネーション確認、お互いテレポート、ウェイが後ろに入り込んでいるぞ、スティールするのか、突入操作入っていった。 FBI は無敵になっている。アンコールはシャウフを捉えていますがダメージはどうだ。サムデーはできる限りの時間を稼いでから味方の元へ戻っていった。クローザーはガーディアンジェルから復活している。ただ味方のもう一度合流できるのか、ブレスもここで復活だ。そしてガラの音がつい届いた。最後の包容スネーが入ったタイミングでスーザーもクレンジで対応した後にシャウフ、ウェイのこれまっすぐでもドラさん決まっている。クローザーがもう一度ドラゴンストライク、ガラを狙いましたが、この猫の乗ったガラが強い。カイトを重ねながら、なんとノーデッド、ノーデッドだ。エース獲得、ロイヤルネバーギブアップ。今の手段戦シャオフに対しての対応は不比、見事だったんですけどね。まあ、時間はかなり稼ぎましたが、いや難しい集団戦、ただそれをしっかりとやってのけました。ネクサス堺勝利したらロイヤルネバーギブアップとなりました。中盤のところであまりうまくいかなくて、ハンドルとシーブスとしても集団戦さえ起こせればっていうところだったと思うんですが、しかも最後に関してはセラフィーの R から E も重ねることができて、シャフに対してですね、シャフ何もできずに体力6割持ってかれたんですよ。ただアバッターでもかなりできることは、最初に仕掛けられて無敵になって、まあ、ゾーニャからの集団戦スタートだったと思うんですね。そうですね、ちょ最後の集団戦もう一度見たいですね。まあ、結果としてはガラが完全にフリーになっていたので、いやサムでめちゃくちゃ時間稼いだんですけどね。いやハンドチーブスもやはり有利を作った時間が確実にあった。しかもダメージ全体で見てもまあ支え RNG が少し上回ってますが、そこまで大きな差はないですよ。レネクトンもめちゃくちゃダメージ出してますしね。いや粘り粘ってチャンスあるかなと思いましたけどね。実際かなりあったとは思いますけどね。だって最後の集団戦までゴールド勝ってるんですよ。アバダーゲかなり綺麗な育ち方していて、ただ最後のところは、まあ、ガラーの指標を使った時のキャリー性能の高さも当然ありますし、とブレスとシャオフのアサシンというか、まあ、細かい押し引きができるチャンピオンでのこうバックレーに対してのプレッシャーと圧力、一緒の意味ですね、プレッシャーとかく乱ですかっていうところで、はい、
本当になんかそれぞれのキャリーチャンピオンたちがめちゃくちゃ綺麗に立ち回ってましたね。さあこれでロイヤルネバーギブアップとしては今の無敗という状況を続けています。そしてハンドレッドシェーブスとしてはこれによってグループステージでの敗退が決定しましたかね。4敗目ということでもうボーダーライン過ぎてしまったので、いや本当に惜しいゲームでしたけどね。そうですね、まあ、かなりこう難しい構成にも RNG がなっているなとは見えましたから、もう本当集団戦の強さでっていうところはありましたけど ね。ただこうアバダーゲが危険だというところを判断してから狙いの切り替えが、まあ、見事でしたよね。今回構成的にこう AD キャリーはハンドルシーブスいない構成だったので、ミッドのアバダーゲがメインキャリーという中でそれをどう抑え込むのか、 CC が豊富なハンドルシーブスの構成でしたからね、まあ、何をどう使わせつつ削っていくのかみたいなのがかなり難しかったはずなんですが、本当にうまくやってのけましたね。さあそれではここでまずはまあ2チームが進出確定と、ただ順位の方はまだまだ1位どちらかなのかというか決まっておりませんので、そちらを見ていきたいかなと思います。さあそれではここからはゲーム4ジェンジー VS ハンドレッドシーブスの試合ですが、一度インターバルです。それでは失礼いたします。